月が経つのは早いもので、次で最後の曲となってしまいました。元号も変わり、新たな時代へと羽ばたく希望を持ち、皆さんも一緒に盛り上がりましょう。ということで、最後にお送りいたします曲は、あっぱれ八王子です。この曲ではなんと皆さんにも掛け声でご参加いただきます。八王子を代表する僕らの八王子と太陽踊り、そして私たちのお箱カッポレねぶたをメドレーにした作品です。お楽しみください。本日は私の拙い司会にお付き合いいただきましてありがとうございました。それではこの先は我らが歌のお兄さんツッチーにマイクをバトンタッチし、掛け声の練習へと参りましょう。ツッチーよろしく。 OK。 それでは前にあるこちらのパネルをご覧ください。このパネルに合わせて掛け声の練習をしていきたいと思います。まずはイエーイです。会場の皆さん、ぜひ大きな声でお願いします。練習します。いきますよ。3、2、1、イエーイ。ありがとうございます。では次に行きましょう。次はフーです。今ちょっと部員の方が声が大きいので、会場の皆さん、もっともっと盛り上がっていきましょう。いきますよ。3、2、1、フー。ありがとうございます。それでは最後にファです。今度は手なんかもつけちゃいましょう。いきますよ。3、2、1、ファ。ありがとうございます。それではあっぱれ八王子、いってみよう。赤いラーメンスペインのアロー
ございました。このコンサートの森を最後大鳥で盛り上げてくださいました八王子学園八王子高等学校吹奏楽部の皆さんに今一度盛大な拍手をお送りください。それではここで主催者を代表いたしまして銀座柳祭り実行副委員長田島道人よりご挨拶させていただきます。